どうも、映画トークチャンネル余計なお世話でーす。みんな再生してくれてありがとうねこのチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。今回はゲストの方が来てくれています。自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、関根ささらです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トゥザフー、トゥザミー、トゥザヨー、トゥザイー、トゥザムー、トゥザナナ、トゥザヤー、トゥザ今何時で。今回はですね、今ワーナーさん の試写室の裏の会議室にいまして、はい、まあ、このねパネルがあるので分かると思いますけども、1月12日から公開されますアクアマン失われた王国、今試写で見てきました、はい、見てきました。ほやほやですね。ほやほやですね、うん、でそのせっかく試写一緒なんで、うん、ちょっとじゃあ感想会撮りましょうよということでお声掛けさせていただきまして、はい、はい、この場に至ったわけでございます、はい、多分まだ見てない方もいると思うので、うんうん、まあ、最初にちょっとこうネタバレなしで感想、そして見どころを抑えつつ、その後にネタバレありで、感想を言っていこうということでございます、はい、でなんかこれがあるとなんかうん、案件動画かなと思ってると思うんですけど、確かに全然そんなこと、全くそんなことないのでただただパネル借りただけたまたま借りてるだけなんで勘違いしないようにお願いします。はい、どうですか、ネタバレなしで言える範囲での感想というか、はい、まず一つパッと思ったのが、うん、はい、DC 特有のスローモーションシーンが少なかった。あー、なるほどね。結構 DC の映画ってアクションシーンでうえーみたいな、まあ、このハイスピードでこうカメラでね、そうそうそう、こうね、はいはい、ゆっくりのね、毎回必ずあるんですけど、うん、今回そんななかったんです、ね、なるほど、まあ、うん、今回もなくはないじゃない、うんうんうん、そのまあ、 MCU とかに比べたらめっちゃあるじゃん、うん、ある。だからで毎回こうなった時にあれフラッシュ来たのかなみたいな、うん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 、ちょっと勘違いしちゃうぐらい、ね、確かに言われてみれば使われてたけど今回そんなね、うん、そう、そこまでなかったね、意外となかった、うんうん、なるほどね、そう、なんか新しく感じました、うん、確かにそこをなんかちょっとこう、まあ、グーって、まあ、一時期流行ってたけど、うん、そんなに今なんだか、まあ、かっこいいって言われにくいものだったりするから、うんうん、なんかそこにこう変に抵抗がある方とかは、うん、全然今回大丈夫ですよっていう、確かにそうなんですよ、あるかもね、結構その声聞いてたんで、 DC の、あのスローモーションが苦手っていう方が結構いるんですよ。へえ、面白い。そうだからそんな方はぜひ今回安心してみてほしい。DC のスローモーションが苦手っていう人がいる、まあ、DC に限らないと思うんですけど、そのマーベルと DC を比べた時に例えば、うんうん、まあ、DC はすごいスローモーションシーンが多いよねっていう意見をもらって見てみたら確かにあるなっていう。おもろそれ。そう、どうしても海の中だからさ、うんうん、あの重力というかね、はいはいはい、あの本来の我々の地上世界とは違うじゃない、うん、そうね、で結構海の中でもドンパチやるんだけど、うん、やっぱジェームズ・ワン賢いなって思うのは、うん、ちゃんと陸に上げて、うん、僕らが納得いくスピード感とその重力でやってくれるこうバランスがやっぱうまいから、うん、あの海の中とかゆっくりが苦手な方はね、うん、いいかもしれないですね。そうですね、面白いなそれ。あと私前回、はい、一作目、はい、アクアマンを映画館で見た時に 4DX で見たんですよ。でアトラクション感すごくて、はい、ちょっと酔っちゃった正直、うんうんうん、なんだけど今回地上性もしっかりある分、うんうん、なんか普通に 4DX でも見たくなりました。あー、うん、あの酔わなそうというかね、そう酔わなそう、もちろん難しいもんね、はい、アクアマンだからあるんですけど、はい、なんか今回楽しく見れそうな気がした。今回一応 3D の、吹き替え版でね、そうそうそう、今回見させてもらったけど、うん、なんかそう、なんかあのたまにさ変に 3D 感をこう無理やりやってくるのとかあるけど、なかったよ、ね、なかった、自然だった、ね、安くて疲れなかったです 3D だけ。確かにそういうところに酔っちゃう人もねいるから、それが苦手で私、確かにそれ、まあちょっとでっかいさ映画館で試してないからちょっと分かんないけど、多分その酔い感みたいなそこまでないんじゃないかっていうことですか ね、うん、そうですね、はいはいはい、うん、いいですね。あとメラがちゃんと出てきてた、はい、それあの、ね、見終わってすぐにその話になった、ね、そうね、いろいろね裁判とかあって、まあ、そのアンバーハードさんがね、はい、あのいろいろジョニーでといろいろあって、はい、あって、で今回だったから、うん、ちょっとあの、まあ、干され気味で、うん、あの全然出てこないんじゃね、そう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 ってちょっと思ってたじゃん、思ってた。で今回あのそんなことなかったし、うん、あのまあ、もっと出てもいいっていう意見もあると思うんですけど、うんうんうん、でもこれ僕ちょっとネタバレありの方で言った方がいいかなと思うんだけど、うんうんうん、
いや、ジェームズ・ワンはそうじゃないっていうか、うん、そこじゃないとこやりたかったっていうところは、うん、あってのこの割合なのかなっていう感じですよね、うん、そうですね、うん、めっちゃ良かった。いや、確かに初めて見た時に美しさに私はこれ込んだので、ね、めっちゃ綺麗と思って。合うしね、合う、あの髪色もぴったりだよね、本当に合ってる。だって1作目の時さ、うん、普通にこうあの浜辺の 海からさ、うんうん、ずぶ濡れのメラが出てくるじゃん、うん、いや結構ギリギリっていうか普通の人がやると、うん、ちょっと笑えちゃうっていうか、うん、確かにね、なんかそのあのびちょびちょの状態でね、ずぶ濡れで出てくるから、うん、でもアンバーハードの場合は決まるもんね、うん、決まってた、ね、めっちゃかっこいいセクシーらしい、かっ、ね、ハムリ役だよね、よかったですね、はい、それは確かに言ってるとおりね、それもね、はい、うん、あとあの、はい、コミコンオフィシャルサポーター的な視点で言うと、はいはいはい、テメラ・モリソンさんが、うん、この間の東京コミコン、はい、2023にクローントルーパーですよね。そうです、あのパパ、はい、パパが出てて、はいはい、でまあ、1作目の時私正直1作目見た時はあまり認知できてなかった、はい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 、でも今回見直して、あ、テメラ・モリソンさんいると思って、あ、そうかそうか、出てて、はい、今回もバッチリちゃんと出てらっしゃって、ねえ、そう、あのすごく気さくな方で、うんうん、あ、そうなんだ、そうです、コミコンのオフィシャル用で写真を撮りに行った時に、はい、あのサインをもらうっていうシーンを撮りに行ったんですけど、うん、T シャツにサインしてくれて、そう、めちゃくちゃ思い出あった方で、嬉しくなっちゃって、良さそうな人だしね、そう、そう、あの歯が、はいはいはい、ステージ上でも今回やってたんですけど、あ、そうなんだ、はい、なんかそういうところを感じる、そう、じゃあ僕も言っときますか、はいはい、ネタバレなしで言うと、いや僕もめっちゃあの楽しくて、やっぱりこう DCU 終わっちゃうじゃないですか、今回で、で終わっちゃうんだなって思いながらまあ見てるっていう切なさもあるんだけど、やっぱりあの木をてらわないじゃない、うん、あのこのジェームズ・ワンはね、うん、なんかやっぱりこうすごい王道な分かりやすいシンプルな話だし、やっぱ要所要所がお上手な方だから、うん、結構びっくりさせられたりとか、うん、あ、そうなるんだとか、はい、あの結構あのちょうでそれが別にこう木を照らすところまでいかない、うん、ちゃんとこう誰が見ても楽しめる、うん、やっぱド直球エンターテインメントを、うん、やっぱやってくれる人だなこの人はみたいな。ジェームズ・ワン大好きだね。僕はもうジェームズ・ワン好きなんで、そうだよね、そういえば。あとなんか今回すごくその地上でのジャングルというかさ、うん、なんかとある島が出てきて、はいはい、そこをこうなんか走り回ってとか、うん、でっかい昆虫に追われてみたいなのとか、うん、なんかねすごくこう大冒険活劇みたいなのを見せられてる感じがすごいあったし、うん、あとねやっぱあの頭からやっぱね、まあ、ネタバレありの方で言った方がいいと思うんですけど、はい、僕俺予告見ないで多分今回見たのよ、多分、うん、で事前情報も全然入れずに見たから、うん、結構そのドア玉そのアクアマンの、うん、まあ、家族周りの起きてることとか、うんうんうん、あ、そうなのみたいなの結構僕は楽しめたんですよ、はいはいはい、だからここでも言わないようにしますけど、うん、なんかやっぱりスタートがもうなんか地に足ついた感じじゃん、うんうんうん、なんか世界がどうのとか、うん、別の世界線がどうのじゃなくて、うん、本当彼がもう身の回りね、うん、超身の回りの話からこう入るのとか、うん、いいなっていう、一応王様じゃない、うん、だけどやっぱこう、まあ、ブラックパンサーとかもあるじゃん、うん、MCU だと、うん、ブラパンよりも庶民臭いというか、うん、だから親近感持てる感じだったよね、超持てる、うん、なんかそこがこうあの庶民に寄った感じとかが、はい、すごい良かったな、良かったね、楽しい、良かったね、良かったよね、なんか多分その映画見に来てるお客さんでも、うん、なんか同じ悩み持ってる人いる、絶対いるだろうなとかね、うん、思うようなとこからスタートしてるのとかやっぱさすがだし、うん、ジェームズ・ワンやっぱすごく家族描くのがすごく、うん、あの多いので、はいはい、あので今回もそのあのね、いろいろありましたから、うん、はい、だからそこはやっぱすごく良かったと。なるほど、部分かな、はい、なんかそのヒーローの映画って、うん、結構これあのアメコミ苦手勢の意見として、はいはい、現実的じゃなさすぎて見れないっていう時も多いと思うんですよ、うん、はいはいはい、そういう人は多分その今言った斉藤さんが言った最初のシーンで一気に引き込まれる気がする、そうだね、自分と自分だ
って、うん、多分なる人がものすごく多い気がします。自分だったり友達この悩み抱えてたなとかね、全然あるよね。うん、親近感良かったですね。そうだからやっぱ最近 DCU 後半になればなるほど、うん、地に足ついてきてる話になってるっていうのがすごく僕は印象的で、かつそのちゃんとヒーローとして誰かを守るっていう話にちゃんとなってきてるから、あのもし DCU 序盤のを見ててちょっと置いてかれちゃって見てないって人がいたら、アクアマンとかもそうだし、あのブルービドルもそうだけど、最近の見たら多分ハマりやすいんじゃないかな。しかも別に前後あんま関係ないし、関係ない。赤間はまあ一作目見た方がより理解はできると思うけど、うんうん、他のヒーローとのね、マルチバースがそんな関係ないですからね。ないです。もう赤間だけで全然いけるね、うん、これだよなって思うもんね。そう、それが本当に面白い ね、いいですよ。私あの赤間1を前に見たけど、ちょっとうろ覚えで時間がないから、うん、予習のもう一回見る時間ないから、うん、2見るのやめようっていう人は全然平気というか、うん、大丈夫、当時見とけばね、うん、ちゃんと丁寧に、丁寧に今回実はそう予習、復習、復習、復習をね、うん、序盤にしてくれるから、かなりなんか海外ドラマを見てる。いや本当に前回までのそうそうそう、前回までのアクアマンってやつね。そう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 、そうやってる感じの、うん、ちゃんとまとめてくれてるからね。わかるわかる、親切だったね。ねえ、だからそこは全然迷ってる方は、うん、多分ポンっていきなり行っちゃった方が、あ、もう行った方がいい、ね、絶対映画館で見た方がいいね。大きい画面で見てほしい。僕それこそ赤も1作目は、うん、あのシャベンジャーズに行った時で、あのデビュー戦だった時だったんですよ。え、シャベンジャーズデビュー戦。そう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 、で胃腸炎になってライブ出れなかったんだけど出なすでもその映画はみんなで見たのはい、はい、でそれスクリーン X っていうあのほら横も広がるやつをお台場かなんかで見に行って、うん、すごそう。でその後ねやっぱ家で見直したんだけど、うん、まあ当たり前だけどやっぱ映画館の方が、で何でかっていうと結構フル CG じゃん、うん、そうで、でやっぱねスマホとかで見ちゃうと、うん、なんかやっぱね作られたものだなって感じがやっぱどうしてもしちゃうんだよね、どんどんスクリーンがちっちゃくなればなるほど、ね、やっぱだからこう圧倒される大きさのスクリーンで、うん、あこれマジだマジもんだって思う方が絶対いいから、そうね、ぜひ行っていただきたいと思ってます、うん、超大きい水槽の水族館見に行ってるぐらいの感覚で見れるシーンがあるしね。そう、感動したあのシーンね、わー綺麗な感じするもんね、うん、めちゃくちゃ綺麗だった、うん、なのでちょっとね、うん、あの迷ってる方はぜひぜひ全然行っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします、はいはい、お願いします。じゃあちょっと、これは予習動画というかつまり、はい、ネタバレなし、はい、なし。でこの後ネタバレありで、改めて2本目撮らせていただきますので、よろしくお願いします、はい、ということでゲストは関根ささちゃんでした。